気持ち悪。チッチうるせえ。じゃあ透明のスプラッシュポーションを投げつけるよ。やーす、マイクラやってるかい？ジャグジーかと思って入ってみたら、100度の沸騰した熱湯でした。買いもんです。やば、だからお前そんなに赤いのか。そうかもしれない。まあそんなことは置いといて。そんなこと？今日も今日とて海外の動画を検証するぞ。いいね。真偽を確かめるってまるで刑事みたいだね。嘘ってわかったら、なんじゃこりゃーって叫ぶんでしょ。そのネタ結構古いぞ。最初はこの方からだぜ。大釜を置いて、その中に水を入れるな。次に何をするのか？溶岩バケツを取り出した。それを水が入った大釜の上にドバー。溶岩は大釜の中に入ることなく、地面にこぼれてしまうぜ。ほうほう。プレイヤーは溶岩をもう一度すくう。少々時間がかかるが、溶岩が引いた後に大釜を確認してみると、なんと、大釜の中に黒曜石がある。おおすげえ。この海外の動画が本当か検証するぞ、開門。はい。とりあえず大釜を用意したよ。よし。そこに水を入れようか。ドバー？じゃあ次は溶岩だね。うん。とりあえずそのまま流しちゃえ。あれ大釜の中身が溶岩になっちゃったよ。本当だな。もう一回中を水にしてっと。スニークしながらやればできるかな。おや。おおうまくできたじゃないか。あとは溶岩をすくえばいいんだが、おいかいもん、溶岩を戻さないのか？ちょっと待って。おいおいちゃんと準備をしっかりしろよ。もう大丈夫。それじゃあすくうよ。ほい。普通に水が入った大釜が見えたな。そうだね。結論、水が入った大釜の上に溶岩を流し込んでも、大釜の中に黒曜石はできない。残念。おい何やってんだかいもん。水が入っていても溶岩を入れれば、すぐ変わっちゃうんだなって思った。確かに、そういう仕様なんだな。っていうか大釜の中に黒曜石ができたら、取り出せないよな。あ、確かに。ちなみに逆でもやってみたけど変わらないよ。水に耐えられる溶岩やべえな。次も先ほどの方の動画から、プレイヤーとスティーブがいるな。スティーブは砂ブロックを持っているぜ。プレイヤーがカウントをすると、なんとスティーブは砂ブロックで空中歩行をする。嘘でしょ。これはあれかな？ジャンプブリッジっていう、ジャンプしながら橋を架ける技かな？まあまあとにかくこの海外の動画が本当か検証だ。難しそう。よし、砂ブロックはたくさん持った。それでは買い物行きます。おう頑張ってくれや。うおー。おう、ジャンプブリッジはできているっぽいぞ。どやららら。あらま勢いが落ちているじゃないかカイモンくん。ちょっと待って。結構難しいよ。まあ空を飛んでいる感じではないが、もうちょっと見てみようか。カイモンくん頑張っております。できたとしてもちょっとの高さを登るくらいだな。ぬわーん。どうしたカイモン？できないよ。結果、カイモンが発狂した。っていうのは冗談で、砂ブロックで空中歩行するのは多分できない。砂ブロックもそこまで優秀じゃないってことだ。ふんぎー。あちこちに砂ブロックを並べてもう大変だ。こうなったらブロックを積み上げて上に登ってやる。そんなことして何の意味があるってんだい。ほら登れたよ。これで満足かい。この、終電間際の地下鉄にいる、やばいおじさんみたいになったな。ああ、よく見たら、無理。って書いてあるわ。今回ばかりは題材に無理があったようだぜ。すまないなかえもん。お次はこの方からだ。まずガラスブロックを置いていって、下にチェストを置くと、周りにはトラップドアを設置して立てていく。1ブロック分の穴を掘って、そこに入り、額縁と地図を入れるんだな。そして、金魚入りバケツを入れると、水槽みたいなのができるぜ。おおこれはインテリアに使えるね。この海外の動画が本当か検証するぞ。よしまずはガラスブロックを2つ置いて、下を壊す。チェストを置いて、その周りにトラップドアだね。トラップドアは動画と同じ逃避のドアを使うよ。おうよ、ここから難しいな。1ブロック穴を掘って、そこに入るよ。そして、額縁をよいしょっと。地図も、入った。今のところいい感じだな。最後に熱帯魚入りバケツを、ドバー？おう、動画の通りにできたよ。トラップドアを立てるんだぞ。オーケー。おう確かにできたな。いい感じの水槽が出来上がったぜ。というわけで結果、動画のように水槽は作れる。自分の拠点内に、様々な熱帯魚を入れた水槽を作るといいかもな。水を流してみたらどうなるんだろう？おいバカやめろ。ドバー？あーやばい。熱帯魚が逃げちゃったよ。なるほどそうなるのか。このインテリアを作った後は、水を流さないようにしないといけないな。熱帯魚さん逃げないでー。おいおいどうするんだかいもん。後片付けはしっかりやれよ。お次はこの方から。まず、上空から村人が落ちてくる。もうこの時点でおかしくない。プレイヤーは名札を村人に使って逆さまにする。ディナーボーンの名札を使ったんだろうな。プレイヤーはそのまま攻撃し、水入りバケツを入手。その水バケツを使うと、なんと、上空へ向かって水が流れていってしまう。何それ？この海外の動画が本当か検証してみよう。いろいろおかしいところが多いよ。とりあえずまずは村人をスポーンさせよっと。あ、そうそう、かなとこで、ディナーボーン、ね。これを村人につけたら、逆さまになるね。そのまま交易してみるんだ。はい。あや、水バケツがないな。タラ入りバケツも似たようなものだからそれでいいよ。わかった。村人さんありがとう。それじゃあタラ入りバケツをドバー。普通に水が流れて一緒にタラが流れたぜ。だね。結論、村人を逆さまにしてもバケツまで逆さまにならない。当然だね。次はこの方だぜ。プレイヤーがふらふら歩いているが、おもむろにチェストを設置してラージチェストにする。その隣にホッパーを接続。ホッパーの上にはオオカマだ。またオオカマか。オオカマの中に水を入れるとみるみるうちに減っていく。え？ラージチェストの中を見てみると、なんと、水ブロックがある。この海外の動画が本当か検証するぞカエモン。動画ではその水ブロックが使えるかどうかは、映っていなかったぜ。もしできるのであればそこまで確認してみたいな。へいよー。まずラージチェストを作るっと。そしてホッパーをチェストに接続。ホッパーの上にはオオカマだね。そして水をドバー。全く減らないね。だな。念のためチェストを開けてみるね。おう。何もないや。結論、ラージチェストにホッパーを接続して、その上にオオカマを置いて水を入れても、水ブロックはチェストの中に生成されない。だぜー。その長いのどうにかならないの？みんな水を使うときは水バケツを使おう。そうだね。続いてはこの方から。この方の動画多いな。まあいいや、村人をボートに乗せているな。その両脇に粘着ピストンを置くと、それをレッドストーンで繋げていって、起動源であるレバーを設置だ。まさか、レバーを動かし、すぐさま戻すと、なんと村人がメタボになってしまう。ああ違う。横に伸びてしまうぜ。なんだこりゃ。この海外の動画が本当か検証してみようか。村人を横に伸ばしてどうするんだろう。おいつべこべ言うなカエモン。早くやるんだよ。わわわわかっているよ。ちょうど目の前にボートに乗った村人がいたよ。ちょうど良すぎだろ。っていうか名前がカエモン親衛隊になっているぞ。なんだこれ。僕のファンなんだろうね。まさか、とりあえず両脇に粘着ピストンを置いたよ。ほんじゃあレッドストーンで接続しようか。はい、できた。最後にレバーだね。よし、作動してみろ。ガシャコン、戻せ、ガシャコン。何も変わらないな。伸びるどころかくっつく様子もないよ。結論、村人を粘着ピストンで引き伸ばすことはできない。そりゃあそうだよ。逆に村人を引き伸ばすのなんて、どうやってやったんだろう。まあもっととかじゃないか？っていうかレバーガシャガシャするなよ。繰り返しやったらワンチャン伸びるかも。んなわけ。次はこの方からだぜ。まず最初にディスペンサーを置いて、その手前にリスポーンアンカー、その下には雪を4つ設置。次にディスペンサーの中に防具盾を入れて、レバーで押し出す。穴を塞いで、防具盾にスケルトンの頭をかぶせる。リスポーンアンカーにはグローストーンを、マックスに入れる。そして周りにトラップドアを置いてく。すると、奇妙な置物ができるぜ。ほうこれはなかなか奥深い。この海外の動画が本当か検証していくぞカエモン。わかったよ。まずディスペンサーを置いてっと。その手前にリスポーンアンカーだね。そうだ。そしてブロックを壊して、下に雪を4つ設置だね。ディスペンサーの中に防具盾を入れるっと、レバーで作動させて射出。レバーとディスペンサーは取り除いてしまえ。はい。穴を塞いで、スケルトンの頭をかぶせる。あとはグローストーンを入れていく。お前この前爆発させているんだからマジで気をつけろよ。わかっているよ。4回まで入るからね。ちゃんと勉強したもん。よしいいだろう。あとは動画と同じようにシンクのトラップドアを前後左右に立てていくよ。おう、動画の通りにできたじゃないか。本当だ。ということで結論、動画のような奇妙な置物は作れる。さっきの水槽と一緒に置くとめちゃくちゃ入るかもね。あれ？なんかスケルトンの頭がちょっと沈んでいるような。もう一回乗せてみよう。ドアー、バッカモン。次はこの方の動画から。地面にはオブザーバーが埋まっていて、その隣にはピストンがあるぜ。オブザーバーの上に氷ブロックを乗せたな。プレイヤーがそれを壊す。するとピストンに何かが押し出されたぜ。それはなんと、水ブロックだぜ。またそういうやつなんだ。この海外の動画が本当か検証するぞカエモン。みんなそんなに水ブロックが欲しいのかな。はい、ここに地面に埋まったオブザーバーと、地面の上に置かれたピストンがあります。準備がいいじゃないかカエモン。なんか落ちてた。嘘つけ。それじゃあ早速氷ブロックを置くよ。よっこいしょ。あ、そうだ。クリエイティブモードだったけどサバイバルモードにするね。それじゃあ壊すで。拳で。もう21歳。拳でも頭でも何でもいいから壊すんだ。へいへい、それ、おわー、水が溢れてきたよ。あやま、動画のようにはいかなかったか。結論、水ブロックはできない。やっぱり水を使いたい場合は水バケツを使うしかないね。水が鬱陶しいから一旦氷ブロックで止めよう。うわー、置いた氷ブロックを壊したらまた水で溢れちゃった。お前何やってんだ？っていうか色々試して気づいたけど、何かしらのブロックを置いて、壊したとしても、動画のようにピストンが動くわけじゃないね。なるほど、あれは純粋にフェイクの可能性があるってわけか。全く嫌になっちゃうね。まあ、私たちがそれを検証して広めればいいさ。お次も先ほどの方の動画から引用。地面に粘着ピストンが埋まっているぜ。その上にスライムブロックをべちゃり、その上に岩盤。途中 Google の検索画面が出てくるけど関係なさそうだ。隣にスイッチを置いて、それを押すと、岩盤がものすごい高さをぴょんぴょん跳ねるぜ。なんじゃこりゃー。岩盤がぴょんぴょんするんじゃ。うるせえ。この海外の動画が本当か検証するぞらーん。はい、おっと、こんなところに埋まった粘着ピストンがあるよ。お前が用意したんだろ。バレちゃったてへぺろ。シャット、アップ、ヒーン。とにかく、その上にスライムブロックを乗せるよ。でボタン。そして、スライムブロックの上に岩盤だ。よし、準備はこれで OK だぜ。さあ岩盤は飛ぶのか。飛んだら結構面白いんだけどな。さあスイッチを押すんだかいもん。何の反応もないな。だね、ちょっと色々試してみるよ。隣に普通のピストンも用意したから、それでもお試してみるよ。普通のピストンの上に岩盤を乗せると、動かない。粘着ピストンの上にスライムブロックを乗せると、動くんだな。ふむふむ。ピストンの上にスライムブロックを乗せると、動くね。ただのピストンだったら戻すときついてこないんだな。これはあれだな。岩盤が上にあったら、問答無用でピストンは動かなくなるってわけだ。なるほど。ということで結果、岩盤は不動。そっち？岩盤にはかなわないな。次はこの方の動画。深層岩レンガブロックを2つ積み上げて、深層岩レンガの階段ブロックを周りにずらずら。そして堀、深層岩レンガブロックと黒曜石。その周りには階段ブロック。堀を立てていって、その上にはハーフブロック。黒曜石の上にはエンドクリスタルを設置。そして、ガーディアンをたくさん召喚。うわぁ気持ち悪。ガーディアンたちには、透明化のスプラッシュポーションをぶち当てる。透明になっちゃうね。あとは上を塞ぐんだな。その塔の近くをプレイヤーが通ったら、塔が攻撃してくれる。すげえ。この最強のセキュリティは作れるのか検証だ。とりあえず深層岩レンガブロックを積み上げて、階段ブロックで囲っていくよ。堀、深層岩レンガブロック、黒曜石。黒曜石の周りには階段ブロックだね。次はフェンスを2段だぞ。はい。エンドクリスタルをガッチャンコ。あとはガーディアンだね。どれくらい召喚すればいいかな？適当でいいと思うぜ。じゃあとりあえずいっぱい召喚するね。結構召喚するなぁ。離れてみたらすごいね。うわ気持ち悪。チクチうるせえ。じゃあ透明のスプラッシュポーションを投げつけるよ。見えなくなった。それじゃあサバイバルモードに変えてみろ。怖いなぁ。変えた。よーし近づいてみろ。ままよ。とやー。痛い。すごい。開門をピンポイントで攻撃したぞ。しかも結構なダメージ量。やばい死んじゃう。危ない。ということで結論。ガーディアンを用いたセキュリティタワーは作れる。今回はクリエイティブモードで作ったけど、サバイバルモードで作るとしたら、ガーディアンを連れてくるのが大変になるな。お帰りかえもん。ただいま。今日はどうだった？疲れた。ちょっと難しいのが多かったな。はい、何かやってほしいことがあればコメント欄に書いてね。それじゃあバイバイ。バイバイブー。